はようございます。今日はいい天気です。台風は東北、関東東北の方はだいぶ被害があったようですが、この地方は雨がちょっと降ったぐらいで大した被害はありませんでした。久しぶりにメダカたちの様子を見に行ってきます。元気そうですね。メダカたちは元気そうです。あ、さつまいも結構たくさん大きいサイズが掘れてます。はい、ちょっと最近は曇りがちだったので小屋の中で小豆を干してます。小豆だいぶさやが乾燥してきました。こんな感じで鞘の中に小豆が、これ何個入ってるんだ、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10個以上入ってます。こんな感じで、はい、まだウォーキングから帰ってきてないみたいですね。布団の方はついてませんが、トレーラーハウスの中少しひんやりした感じになってます。はい、また小豆がこんなに取れてます。おるかね。早いね。早いよ。今日は天気がいいし、出勤時間が早いから。また特報あっとんの？あ、あったね。コーヒーでも。はい。毎日日課、アイスコーヒーを作って飲みます。ビッグに？豆はいらん。豆って何の豆？落花生。あ、落花生。昨日茹でた。うん。よっ。カルシウムたっぷり。昨日のすっぽんみたいに。ああいうことは裏子さんち人はね。うん、あ、インドネシアとかああいう外国行ってね、ああいうことをやるだよ。なんで？そうやって言っとった？やる準備、こうしてやった方がいいよ、こうしてやった方がいいよってことをね、教えてくる。計画立てる人？そうそう、設計みたいなことね。この間知立祭行った時に、知立神社のあのお祭りの出汁が上の道路に引っかかってねって言って言ったら、うん、それはいかん。なんとかしにゃかんねえなんちって考えたんだったよ。な、コーヒーって書いてくる。何にコーヒーって書いてくる。今日買うの。メダカの餌もなくなったし、モコの餌もなくなったし、お金はなくならんの。お金はなくなったけど、しょうがないじゃん。いるものはいるだもん。メダカに餌やらんわけにいかんし、うん、コーヒーは飲みたいし、いるものはいるだもん。うん、だけど、あれ、市民、何、県市民税を余計払いすぎたからかな、去年。なんで？それで還付金が来て。違うでしょ、この間のやつ。4000のやつ？あれは違うよ。どんなやつ？還付金がね、また昨日じゃ入ってる、針やし還付金って書いてあるの。うーん、だからさ、うん、多分ね、あの県市民税は払いすぎたやつが、うん、介護還付金だ、うん、介護保険を余計払いすぎたの。うーん、うん、去年でしょ、うん、私は30年。どれどれ見してみ、月々あんた国民年金でしょ、国民年金だと月々いくら入ってくるの？あ、月々って2ヶ月に1回入ってくるの？そう。いくら入ってくるの？月々。24,000円。2ヶ月で84,000円。うん。月42,000円っていう感じなの？うん。それに、うん、月に、この間4,700いくら、入るって書いてあったじゃん。うんうん。ほんじゃあ、5万円近く。あ、月5万ぐらいになる。なる。え、5万ぐらいじゃない？ 9 万円の4万5千円ぐらい。ぐらいになる。
うん、生活できる。それで今はね、じゃあそれだけでは月4万5千円だけでは生活できるの今、うん、できると思うよ。夢のガス代払うだけだ。あ、電気代がないから水道代もないし、こっちに払えちゃうでも旅行とか遊びには行けんでしょ、そんだけじゃ。行きたくないもん。いいじゃん。行きたくないの？全然行きたくない。なんで？田舎行くのもさ、これが最後だぜ、ぜひ出席してくださいって書いてあるもんで、でお前乗せてくれるって言うし、行こうかなと思って、うん、うん、山にも行きたくない。山にももうちょっと無理だなと思うけど、いっぺんね、うん、今度17日、うん、医者がここ何ともないって言ったら、うん、挑戦してみる。どこへ、何や、御嶽？御嶽さんだけど、登らんよ、こう、周りをこう、うんうん、ほんで、重曹だとダメ、オールだと行く。オールだとここで私偉いで待ってますって、いやみんな帰ってくるじゃん。御嶽さんとまあだいぶ涼しいもんね。親も涼しいでしょ。だからさ、待っとってもいいよ。もう多分20度ぐらいになっちゃうんじゃないの、昼間で。でも待っとるでもね、みんな一緒のあの山の入った人が2人とも辞めちゃっただ、うん、もう年だし偉いし、うん、で私一人になったね、汚いけどさ。何人ぐらい、な平均年齢何歳ぐらいなの？85以上よう山なんか登るな。あ、ところでさ、これ何なの、あれあれ、ハンガーがかかっとる。何がハンガーのか、ハンガーかかってあれ、何なの、これこれこれ、それあの手の上干そうと思ったけど、手の上じゃちょっと狭いだ。うん、なのでそう思った。ハンガーかけ、ハンガーかけになったんだ手の上じゃ狭いね、うん、でまた、あ、またこれがこんなに干さねえか、しっかり干して入れる、うん、まだ干すの、まだまだしっかり干す。小屋の中にもなんかまだ干す、 あれも干さねえかじゃあペットボトルだって、ほんじゃあと2本ぐらいできるんじゃないの、ま、うん、もやし、だからこれでもうこのペットボトル一杯ぐらいになったら、なら半分ぐらい、うん、で小屋の中にあるもんで、それ言えば、でまだなっとるじゃん。どうすんの？今度一本持ってくも、田舎行くとき。二本ぐらい持ってってあげたら。ともこにもあげるし。あ、送るの？何もらって食べたから。うん。ブツブツ交換？うん。さつまいもとね。うん。さつまいも、ここの下にでっかいのが置いてあったじゃん。なんで見たの、あんなと。え、メダカはどうかなと思って見に行ったら。何隠しちゃったの？ちゃちゃ、あんないらんもんでさ。スイートポテト作るって言ったじゃん。そう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 。出身の青木さやか。ああ。あの人がラジオでね、うん、昔の芋まんの作り方やっとったで、練習やってみた。いつ？今から？今日はまあ豆干したりいろんなことやることがある。練習しちゃかんよ。うん、ぶつけ本番でやるんだから。今日一日ぐらい干しとくの？半日、うん、お昼過ぎにはもう行ってない、うん、はい、ネギも植え替えてあります。もう向こうはね、こっから向こうはね、豆が終わったら何も作らんと起こすだけ、こっからこっちだけにする。なんで？まあ疲れる広すぎる、ね、さつまいもできたの？どうって見ただろうか。これ何やったんですか？ここ掘ってまだこれだけ掘らない。うん。綱引きやったの？綱引きやったの？さつまいもと。あ、そのつるでまたあれ作るの？